清原長男のバッティング。親父より内角さばきうまくて大草原。親父の全盛期もこんなもんや。やるやん。すごい。大学で野球再開したんやって才能の塊やな。空付きっきりで清原に教えてもらえるんやから親ガチャ当たりでもなかったわ。そこから親父のやらかし背負ってきたのほんますごい。で、黒いけるんか。やっぱすげな。いくら才能あっても黒じゃ。290、16本、7打点止まりやろ。海はすれていき。黒で見てみたいな。話題性もそこそこあるし、育成 OK ならどこかしら指名するチームあるんちゃうの。